少ししたら、あの、炭が起こるから。はい。そしたら、あと多分、7分でいけると思いますよ。え、本当はこの浜豚骨がうまいですか？浜豚骨で、ね、うん、今日、ここで一回、なんか、今日、テスト的にやってたんですけど、はい。ほら、あの、ツボニラあるじゃないですか。え、ツボニラ？ツボニラ。あ、はいはい、これですね。それを、うん、今日からちょっとノーマルなんて言ってないけど、美味しいから、バサッと行こうかなと。あ、なるほど。まあ、まあ、和歌山中華に行ってるんですよ。わかりました。はい。じゃあ、7、8分後。はい。はい、あ、11時半だったら。じゃあ、ちょっとその前ぐらい。はい。はい、では、後ほど。はい。はい、いただきます。和歌山中華そば。来ました。あ、煮卵。まあ一応煮てはないけど、はいはい、味付けた方がいい。はいはい。一応全部俺煮てたってるから。あ、そうなんですか。昔から。へえ。一個13円ぐらいの。そうなんですか。それで、それで、うん、あの、お得やし。なるほど。だから皆さん、あれですよ。あの、煮卵つけてよって言うんですよ。はい。書いてあるから。ああ。2個たったらいいだからプラスもう1個ってことなんですよ。一応説明しましょう。こちらもうレギュラーが嘘ですから、うん、もうついてるわけ。じゃあ固めでお願いします。はい、すいません。はい、おにぎらのケチャップです。
あの、行ったことあります。あ、本当ですか。すごい分厚くて、いっぱい入って。あ、そうですね。すごいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやー、ラッキー。超ラッキー。失礼します。はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。